生活を繰り返すだけ、そんな毎日もいいさ。自由との約束もキャンセルして、部屋で泣いたを見よう。あの子が出て行ったのも3ヶ月前、淡い思い出だけをこの仮に残して、涙もない言葉も出ない、明けない結末。あれほど燃え上がってた二人が嘘みたい。最近じゃドラマなどに及ばない男ってこんなもんさ。信じ止まれちゃう